ジョン・スクーラー、ジョン・スクーラーは、スコットランドの博物学者である。グラスゴーの染色業者の息子に生まれた。キルバーチャンで医学の基礎を学んだ後、グラスゴー大学で医学を学び、その後パリ植物園で学んだ。イギリスに戻った後、キューガーデンの園長、ウィリアム・ジャクソン・フッカーの世話で、ハドソン湾会社の繊維、博物学者として、 アメリカに渡る商船の航海に参加することになった。1824年に、ウィリアム・アン号ゴは、ロンドンを出発し、マデーラ、リオデジャネイロとガラパゴスに寄港した。スカウラーは同じ船に乗船した、植物学者のデイビッド・ダグラスと共に寄港した港で、近くを探索した。スクーラーの航海記録には、ディスカパリー号による世界一周航海に、 博物学者として参加したアーチボルド・メンジーズから地域の植物についてや標本の保存方法についての教えを受けたことが記されている。カナダ太平洋岸のコロンビア側近くで1825年4月から9月まで滞在し1826年初めに帰国した。帰国後間もなく再び別の商船の船員として希望本。 マドラスを経由して、コルカタを訪れた。グラスゴーに戻り、医師を開業した後、1829年に、アンダーソニアン大学の地質学、動物学、博物学、鉱物学の教授となった。1834年に、グラスゴー大学の鉱物学の教授となり、その後、地質学、動物学、植物学も教えるようになり、1854年に引退した。 1854年に健康のためにポルトガルに旅し、その後オランダ、スカンジナビアも旅した。引退後も時折講義を行い、アンダーソニアン博物館の管理も行った。1829年からロンドンリンネ協会のフェローに選ばれた。1826年から1852年の間に自然科学や気象学の雑誌に20以上の論文を発表した。 医学の同僚とグラスゴーメディカルジャーナルを創刊し、1831年には、学術誌、エディンバラジャーナルオブナチュラルアンドジオグラフィカル、サイエンスの編集も行った。スクーラーの名前が付けられた事物には、鉱物のスクーリライトや、希望死ゴケカの俗名スクレリアやヒタキ科の鳥類の種、エニクユリススクレリーなどがある。スクーラーは、植物の学名で命名者を示す場合に、 ジョンスクーラーを示すのに使われる。ありがとうございます。